食べるとき、それ何食べたんだ、それしか食べられないと思うんだ、あらんぽん、おばあちゃんお金払うことしてるんだよ、何々こうてこうとか言わない、今日は三橋大輔でお伝えしていきます。あ、もういらんこれ、気に入らん、この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね、まあ、まだピンチは続いているわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね、そうですよね。さあこの場面で見せました、大きな打球だった、これはどうか、満々の中左中間破っていきました、セカンドランナーホーム、バッターランナーは二塁でストップ、ジャイアンツ1点を先制しました、左中間へのタイムリーヒット1対0、序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう、まあ、注意すべき相手でしたよね、立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。私はもう来てばすんのが大事だ、まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。しっかりと捉えた、ワンバウンド引っ込んできました、打ったバッターは1塁蹴って2塁に行く、バッターランナーは2塁到達、今画面に、ね、インサイド見送っています。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、大変なスイング打ちました、弾き返した打球はセンターへ、うん、そう普通のバイアフライか、ここは打ちたいな、今リリーフから乗ってゆっくりとマウンドに戻る、ザピッチャーバッターボックス岡本、ベースターズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。打った、おっしゃ、あー上がった、さあどうだ、センター左のヒット、サードランナーホーム、バッターランナーは二塁でストップ、ジャイアンツ1点追加します、左中間へのタイム、さあマウンドに上がったのは林、今シーズン11試合目の登板です。真ん中打ちました、ヒットになった、二塁はセーフ、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁、バッターは4番岡本、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね、さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、高めの変化球に手が出た、すぐに追い込みました、あーマジかー、くそ、ここ打ちたいな、打席には5番バッター岡本、まあ、ベイスターズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑え、マジかよ、あーくそ、何ダブルやれないか、うん、残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦める、猛打賞取ってもな、チャンスに弱いんじゃダメだよ、4番はやっぱチャンスに打たんと、まあ、打率6割持っとくはすごいんだけどな、ヤクルトなかなかしぶといの、まだゲーム差が広がらんわ、
ジアムは大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの8回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のベイスターズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり打線ですよね、はい、相手は得点圏にランナーを背負って安定しているピッチャーですから、つなぐ意識を徹底して打席。うん、ああ麻痺が起きたわ。うん、まあ、やれやれそれは覚えとるわ。そして岡本、この引きつけることかじゃが今かったけん、今シーズン20本、あの初球は打ち付小学校に入るですね、あのコースここ借りてね、うん、大工か、はい、打たれたとしても詰まるかファールになる可能性が高いです。打ちました。マジかよ。ほんで高熱が出てね、一塁送球はうなされた。それは覚えとる。うん、さっさとこれ戦ったかな。小宮山さん、長いし引き継ぎ起こしたときは白いことを言うと、5番の時は違うのかな。1アンダーを記録しています。先頭が高いとビッグも戦った言うた。これ以上傷口を広げたくないですね、さあこの場面で打席には4番の岡本が入っています。いけーいけ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 、伸びていく、どうだ、あーくそ届かなかったか。セカンドランナーないや、バッターランナーは2塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦、さらに打順は4番、岡本。あ、もう2番。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。万谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボールになります。打ちました。これは大きい。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。さすがにいいよね。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。わー、やばいじゃん。これからだ。小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。まあ、そうですね、なんとかここにできそうな感じでもあります。初球時、いい打球が飛んでいる。ワンバウンドヒットに来ました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。さあそして打席には岡本が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。よっしゃー、バックスクリーン当たったな。ダメ押しの一発、今シーズン第20号のツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。ビースターズ追加点を許します。13対8。うまく一発を浴びてしまいました。もちろん警戒はしていたんですけれども、ここでホームランを打たれ点差を広げられます。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか
勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。ああなるほどね、逆に考えたんですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って敗勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。